はい、こんにちは、キャプテンコージです。今ですね、お買い物帰り、ちょっとね、休憩しております。こんな感じで、今見えております、ディスカウントショップトライアル、ご当地店ですね、福岡県田川郡、田川市ご当地かな、ご当地にありますディスカウントショップの、すぐ近くで、バイクを止めてね、ちょっと風景がね、すごくいいのでね、今日景色がね、お天気も良くて、景色も良くて、雲がね、こんな感じでね、すごくいい雲が出ておりますので、鱗雲というんですかね、この感じでね、見晴らしのいい場所に、今、泊まって、動画を撮っております。一周ぐるっと回りましょうかね。雲がね、すごく景色がいい場所でね、今ね、まっすぐ真ん中の正面に見えてますのが、有名な炭鉱節で有名なね、河原岳になります。そしてね、2つ3つありますけども、左に真正面に見えてる今ね、山が削れてる、真っ平らにね削れてるのが炭鉱節で有名な河原岳になります。そしてその横がね、左横が二の岳、その横が三の岳になります。そしてね、今真正面、真ん中真正面に見えてる山が、福知山ですね。標高699メートルで、一番高い山になります。はい、こんな感じでしょうかね。ちょっとね、すごくね、いい感じなんでね。のどかでね、のどかで、レンゲの花かな、白いね、花が咲いております、田んぼにね。そしてこんな感じでね、鳥もね、来ておりますし、すごくいい感じなんで、ちょっと撮ってみましたけれども、ちょっと縮小してね、風がね、今日冷たくてね、ダウンを着てますけれども、ダウンを着てね、フリーズの上にダウンを着てますけれどもね、風が冷たくてね、ちょうどね、体はポカポカしておりますけども、気持ちいいです。はい、こんな感じで、ちょっとね、で向こう側でちょっと走ってる人もいますしね、はい、そんな感じでしょうか。ね、空気がね、美味しくてね、冷たくて美味しくて、いい感じで、ちょっとね、ほっこりしますね。ちょっとコーヒーでも飲みたくなるんだけどもね、缶コーヒー、ホットのね、缶コーヒーを買ってくればよかったけどね。まあそんな感じで、この後ね、もうのんびり帰ります。先月はね、非常にね、儲かりましたけどもね、その儲かったお金でね、またね、新たにね、どんどん仕入れをしていこうと思っております。今トラックがね、通っておりますけどね、真正面にはなんか工場みたいなのがあります。工場地かセメントの工場かな。でトラックがね、頻繁にね、行き来しておりますね。向こう側は県道になりますのでね、車の通行量が多いですけども、この辺は田んぼ、のどかなね、田んぼの道になりますので、すごくね、お散歩にはいいですね。犬を連れてね、散歩したりしておりますけれどもね、つけてね、のどかな住宅街が広がっております。はい、それではね、最後に、うちのクロちゃん、ヤマハアクシストリート
の走行距離を見て終わりましょう。こんな感じで、走行現在走行距離 21,618.もうすぐ2キロになります。今日はね、おひなさま、ひな祭りですね。はい、のんびり、帰りたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。